今回は、リヴァイ班に対する、みんなの反応を集めてみました。チャンネル登録・高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。リヴァイ班って地味に強しキャラが揃ってるよね。さりげに豪キャラ揃い。何気に強いですね。ハゲはこれ以上の戦績なんだよな。もし女型討伐作戦を生き抜けたとしてもその先がひたすらハードすぎる。インフレしないよなこの漫画。グンタさんもいれば4人で女型を。オルオの戦果がズバ抜けすぎてる。3人が誤差でオルオが止め役なんだろう。基本フォーマンセル。アニも後の方の情報量ならやりようはあったろうにな。初見で対処はきつい。いずれ死なせるモブなのにしっかりキャラ立てしてて本当に死に際を際立たせる作者に感心する。討伐総数と補佐総数の差およそ60はリヴァイのスコアか。リヴァイ異次元だからな。平地で巨人に襲われてるのにジークに追いつくレベルだし。3人がかりで全身の筋肉そぎ落としてたのを1人でやってるし。しかも硬質化間に合わないレベルで刻んでくるし、あいつ何もんだよ。不意打ちで数十体の巨人に囲まれても雷槍温存してあっさり切り抜けてくるし。ペトラってリヴァイのこと好きだったん？このシーンプレイは親父も好意に気づいてそうだしな。そりゃあモテねえだろって言われたらキレるわ。オレオさんダメおっぽいのに討伐数すごい。リヴァイに張り合ってるんだろう。多分ペトラのこと好きだし。過去にもリヴァイに惚れてた妹分が巨人に殺されてるしね。モブに毛が生えた程度だけど指折りの兵士だったんだよなリヴァイ班って。目立ちたがりやらしくてビワラマシーしすごいと思うオルオさん。オルオは強いよ。何回も全滅させてるからこいつらもそんな深い付き合いじゃないでしょ。言い方。兄に蹂躙されるとこいいよね。アニメオリジナル遺族いいよね。兄に見せたい。安子リヴァイ班の遺族のカット入れていいですか。ガリアマじゃそのシーンと交互に無事逃げ切るために遺体馬車から捨てていくシーン挟もう。安子いいですね。シナジーがすごい。サディストって加減っていうものを知らないの？知らないわけないだろ。プロのサディストだぞ。硬質化はもちろん片目だけ再生とか巨人が敵と思わせて人間に戻って襲うって絡めてまで使う知性巨人だからこその初見殺しで全員死んだからな。誰がどんだけ討伐したか補佐したか正確に覚えてるあたり兵長めっちゃ気に入ってたよねこの人たち。ミケさんもそうだけど知性巨人が初見殺しすぎただけで生きてればもう少しとは思うんだけど多分生きてても志願しな決戦の投石で死ぬんだろうな。巨人への知識があれば対応できたんだろうな。言うてモブ巨人って雑魚じゃないの。数無十数無の動く物体に腰ダメの位置から射出されるアンカーで正確に狙いをつけてなおかつ良い感じの角度で切りつけるのが簡単ならな。雑魚だったら何度も壊滅してなくね。一番巨人に苦労してんの波数で来られてた時だからな。無巨人がただの雑魚だったらエルディア帝国が世界取ってた歴史もなかっただろうよ。あいつ、お前の脳は諫山にやられちまった。射撃武器の雷槍と全自動巨人ぶっ殺し装置がいかに画期的な発明だったか。手ではいやー引っ掛けてくるのは無垢でも普通にやるしね。引っ掛けられた時点で墜落混沌して一人戦闘不能だ。そこそこ手だれそうな連中でもトロストク防衛奪還戦で死にまくってるからな。兵長だって立体機動なけや無垢軍団相手でもそう時間かからず死ぬだろうしな。現代兵器バリバリ使えるならそりゃ大したことないだろうがそうじゃないからな。現代兵器バリバリの各国が負けてるからファンタジーの巨人殺すにはファンタジー装備がいる。ジークが立体機動装置見てそれは何ですか？って聞くのも納得する不思議な兵器。最大級のヒグマでも3メートル内の28メートルのやつに勝てる方が本来おかしいよ。余裕で最終決戦参加できるレベルでもケミーとか投石で死ねるのでクソゲー。どんなに強い奴が生き残る F を想像しても志願しなの猿投石でほぼ全滅するのひどいと思う。リヴァイ以外全て犠牲にして獣を確実に仕留めるってのが最前提だからね。どうせこの先ベルトルトの爆風かジークの投石だからどっちみちそこで死んでそう。弱点の同じに当てなきゃだから近代兵器持ってても少なくとも軍を抜けて後ろ取らなきゃ殺せないからな。生き残った兵士をジークワインが襲う。まあジークワイン回避するにはエルディア復興派で応募してればいいから。ハンジさんは言ってたけどあそこまで生き残るとイェーガー派にくら替えしそうなやついそうだな。兵長がもっと曇れる。ペトラとオルオアは絶対兵長についてくだろ。アッパイン飲ませてください。オルオみたいなやつが家族やふるさとの仲間のためにイェーガー派やってるのちょっとしこれない。マルコバフが消えたじゃんみたいで当てやすいようにアンダースローで投げやがって。知性の初見殺しが実力者そぎすぎる。指折りどころか全員化けもんだ。いいだろ、人類最強がリーダーのチームズだぜ。
なんかこういう強者の下についてを借りるようなの昔に比べて増えたようなシャーマンキングの覇王の部下の奴らみたいなの俺は人類最強の傘下にいるんだぜ。ドヤみたいな、いや、すごいのはお前じゃないから。どうした急に。彼はそういう時期なんだ。私にはそういう時期なんてなかったからわからないよ。他人のレスに安価して無関係なお気持ち表明してる奴が言えたことか。確かにお前の力体力等じゃねえのにマウント取るなやってことは思うことはあるけど、そういう意味じゃねえから。特に意味のない愚痴がアニマンを襲う。巨人って死んだら消えるのに討伐だけじゃなく討伐補佐までわざわざ数えるのよくやるな。サッカーのアシストも映像ないときついよな。俯瞰的なカメラがあるけどそれがないと選手や監督は平面で見ないといけないわけで顔とかいちいち見てられない。巨人を倒すのは基本チームプレイだろうし、とどめを刺した兵士だけが討伐数として戦果を独占すると、同様かそれ以上に命を張った連中注意を引きつける事実上のおとりが報われなさすぎるから討伐に顕著なアシストをした兵士の戦果を計上する必要が生じたんだろうね。オルオが思いのほか、攻撃的って良いんだよなな。成長リスペクトやろな。オルオは味方がやられても動揺せずに切り替えてとどめ刺しに行くくらいは熟練兵だからな。まあ硬質化に即対応は無理。逆に言えばあれを見てたからリヴァイたちが対応できたのはあるだろうし。言うてなんで歯が通らねえの瞬間に蹴りつぶしだから、単純に兄が誘い込んだ立ち回りが上手かっただけよね。言うてただの初見殺しだからな。今まで培ってきた巨人への常識が通用しないんだからこのアド生かして勝てないわけもなく。どうせパーフェクトゲームで死ぬ。地球式の場にいなくてもほとんど超大型巨人の爆発に巻き込まれるからこの世界残酷すぎて辛いわ。外はパーフェクトゲーム、中は超大型爆弾どうあがいても死ぬしかねえ。目型戦矢印最初の中央憲兵戦対人立体軌道の不意打ち矢印パーフェクトゲーム元石球式矢印ジーク見張りワイン巨人かどんなに避けたとしても兵長しか抜け穴見つけられない全滅ポイントが追いついてくる。ハンジさんみたいに誰かにかばわれて助かるポジションになるしかねえな。外側なら投石、内側なら爆発、もしどこかで生き延びていたらって考えても、志願しなく奪還でほぼ全滅するんだよな。パーフェクトゲーム時の挟み撃ち作戦を開始するには、前日に射撃が地中に潜んでる場面で、ピークちゃんを発見するのが分岐点だと思う。なので三毛の匂い探知が実はキーだったと言えなくもない。ラストのリヴァイに会いに来た死亡メンバーの敬礼見るに調査兵団入りするメンタルの連中はほぼハンエーガー派じゃねえかな。フロックとかは調査兵団の情勢が変わったタイミングで入ってきてるからもっと甘い心構えだったろうけど。